さあ、重金 RDR、また続きやっていきます。今日も忙しくなるぜ。今日は忙しくなるぞ。しかし、攻略ウィキ見てるからさ、大体の内容把握してんのよ、このステージ。前回の1個前のステージ、俺めちゃくちゃむずいわとか言ってたけど、これと比べたら、前回のステージは、まあ、ムーニーマン。それぐらいのレベルかな。対するこっちは、まあ、パンパースみたいな感じだよね。パンはパンでも食べられないパンはパンパース。パンパースだね。ちょっとお菓子食べながら、ムービー見よう。これぞ至高の時。ミーの空豆味。川口春奈宣伝してるやつだね。マーショー。え？おお、デブ。まずはその醜い前歯をしまえ。話はそれからだ。そうだろ。まあ、豆の味が強いね、これ。で、これがね、相手のチームがめちゃくちゃ人数多いっぽいんだよね。前回も多いなとか言ってたけど、そのなんか4倍くらいありますね。前回8人くらいだったかな。だから本当に誇張抜きで30人くらい出てくるんじゃないかな。いやー、これいけるかな。これクリアできたらマジでかい。わ、ここで馬下ろすんか。マジか。じゃあ馬で特攻できないんか。テレビタックル禁止です。まさかの保安から馬金重金禁止命令来ました。だから俺に残された頼みの綱はまさにこの頼みの綱、しめ縄で、あともう一つは親からもらった形見の神器のナイフ、これしかねえってことか。もうやらざるを得ないよな、ここまで来たら。こんな装備で大丈夫かって言われるかもしれないけど、大丈夫だ。振り向けばいつもそこにはデブとガリとジジイがいるから頼りになるぜ。さあ来た。いきなり開幕からテンション高いな。ボラード一味を殲滅しろ。なるほどね。うわ、あいつすげえ堂々と。近所ちょっとランニングしてくるじゃないんだからさ。すごい、ジョギングのノリで横立ってたのにあいつ。すごいな。ちょっと俺も負けてらんねえわ。まあ俺は隅っこ暮らしで行っていこうか。隅から。まあ、体力ちょっと回復して。よし。あ、向こう気が散ってる間に俺が、ちょっと待って、操作ミスった。ちょっと待って、操作ミスった。なんなんだ今の。ふざけんなおいつ。俺の姿を見たやつはみんな死んじまうぜ、おら。あ、なるほど、ジョーナにみんな気が散ってんのか。あんちゃん、背後に気ぃつけや。あいつ強いな。メンタルもあるし、鋼の肉体と強靭なメンタル。あいつ日本代表にしろ、マジで。何の日本代表か分かんないけど、すごいな、ジョーナ。ただの出っ歯じゃないぞ。で、これで1難去ってまた1難でしょ。すごいな、マップの方めちゃくちゃ。え、もう撃たれてる。あー、目の前2人いんか。ちょっとさ、雨でさ視界が悪すぎる。すごいな、あいつ日本代表。全部あいつに任せようぜ。俺は銃禁止だけど、お前ら銃作ってくるからさ。銃禁止でーす、自分だけ。うわ、2人とも、若いっていいわね。若いっていいわ。あ、で、気散ってる間に俺が後ろから、おい、俺の獲物を取るな、お前。こいつは俺の命だっただろ。ちょっとこいつら死に急ぎすぎてやしないか。大丈夫か。まだイクラさん、あ、いた。マップの方にイクラさんマークは一応載ってないんだけど、いるね。よし、前進しよう。3人か。なんかクロノシンちゃんの暗黒たまたまやってるみたい。3人か。じゃあまあ、とりあえず、よろしく。おいおい、え、え、俺の獲物奪えや、お前ら。なんで獲物奪わねえんで、さっきみたいに突然。え、俺がやんなきゃ誰がやるんだってこと。
じゃあこれはもう俺がやらざるを得ないってことか。もうしょうがねえか。まず一人チャクチャクやって、いや、やばいやばい、お腹痛いお腹痛いお腹痛い、早退します。もうこういう風にやっていくしかないよな。チク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 、なんなんこいつ急に、どうした、疲れたか、もう疲れたか。草むらから帽子見えてるからバレてるぞお前。まあ、バレてなくても俺が報告するから、ここにいますっつって、ほら、いや帰るなっつう、なんだこれ。よし、いい感じに詰めれてる。そこは行き止まりだぜ坊や、白い帽子が似合ってないぜ。よし、うわもう赤いイクラマッピングされてんじゃん。うわ、5、なんかめちゃくちゃいるぞ。おい、これどんだけ牛泥棒いるんだよこれ。牛盗むのにこんなに人いる、どういうことこれ。これはもう牛だけにね、猛抗議したいね。これ猛抗議したいよ。もう許さない本当に。これ下引っこ抜いてやる、こいつらの、こいつらの下引っこ抜いて牛に食わせてやる。それで十分だろ。うわ、ナイス、誰だ今。褒めて使わす。2人ならきついけどね、1対1ならワンオブワンなら勝てる。この距離はナイフの距離だぜ。いやすごいな、仲間が頼りになりすぎる。もう腰打ちだもんね、走りながら撃ってるからね。ショットガン3人ぐらいか、さっさと殺せ。それでも助っ人かよマースト。うるせえなこいつ、俺もそう思ってたんだよずっと、始まる前からな、むしろお前より先に思ってたわ、なんだこいつって。マジ早く帰れやと思ったから。ちょっと死体探ろ、ちょやばいやばいやばい、俺も死体になるとかだぜ。ふぅ、しょうがないか。じゃあちょっと助っ人の力見せてやるか、見せつけてやるか、このふんわりジャンプついてこれるかな、俺のこのゆるふわジャンプに。ほらー、1メートル止めだぜ。まあナイフの先端ちょこっと触れたらもう一発だから即死だから、橋を渡れ。よし、俺が一足お先に、我先にと、このビッグブリッジの戦いだから、後のその死闘の一部始終を全て見よう。いやにしても牛泥棒多すぎだろマジで。ギャングの方が儲かるっていう話か。いやーこのリッチきついなー、下から上。メダルオブオーナーでもきつかったもんな、だいたいこういうの。ちょっとメダルオブオーナーで銃禁止とかやってみたいな。多分一発で1ステージ目で俺多分値上げるわ。いやほんと仲間頼りになるな。何がしたいんだって、お前らの成長を見届きたいだけだよ俺は。目の前でな、早く撃て。お、心臓ひとつき、あいつタフだな、かっこいい。ノールックで撃った、かっこいい。いや俺も銃使いてえな、こんなん見てたら。何やってんだこいつマジで、中腰になって草むら歩いて、何やってんだこいつ。もう帰るか俺だけ。あれじゃあ道どっちだ、あ下か。ちょ道に迷ったっつって俺だけ帰ろうかな、もう先に。こいつらだけでなんとかなるだろうマジで。まあ俺は銃禁止でやってるけど、仲間にね押し付けたくないから俺の思想を。だから自由にどんどん撃ってください。お、床をな、うわすっげえ。起き上がるその刹那、よし俺も負けてらんねえな。はい、クボズカ、ライクはクボズカ、やっていくぜ。あ、保安と合流すんのか。うわめちゃくちゃイクラマーク、マップの方に。これ何人いんのこれ、5人はいるな。保安と合流、早く来い保安。おお、すげえ、撃たれたよね今ね彼。仲間撃たれてもさ、なんていうの、いわゆるノックバックみたいなのしないんだね。
痛みを忘れたか。そういう人間か。いやー、これ橋の向こう厳しいな。おー、ホアン、ホアン撃たれた。それでもまだ走る。撃つ。走りながら中腰でライフル撃つ。すごいな、こいつ。倒した、しかも倒した。あ、集まれってか。できるだけ近づいてから発砲しろ。イエスサー。できるだけっていう言葉はちょっと間違ってるぜ、ホアン。相手の背中に触れられる、そのゼロ距離だ。ゼロ距離を目指して発砲しろ。俺にできることはそれしかないんだ。目の前いますね、人影。あ、これもしかしてあれか、隠密で倒せたりとかできたのかな今。現場こんないんの。おいおいおい、これちょっと待って、1の2とかだよステージ。これ最初からクライマックスこんなんだったっけ。ちょっと待って、これはね、普通の戦いしてたら時間かかるわ。俺がおびき寄せる。今完全に腎臓撃たれたよな。別角度から2発。それでもはしゃぐぜ。時が全てを解決してくれる。俺の方に気が散って、その間にやられてもらえれば。あ、背後、いや、振り向いて、よし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 、これぞチームワーク。まだいるね。でもこの上のリッチは強いから駆使しろ。リッチ撃て撃て撃て、早く撃て早く撃て早く撃て。なんで後ろに行くんだろう、なんで後ろに行くんだろう。前行け、できるだけ近づけて言ったら、保安からの教え。そうだ、そういうこと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 なの。いいよいいよいいよ。あ、保安どこにいる。ナイフで刺すぞ。お前前行かないんだろ。ああ、これがあれか、奪った牛か、牛泥棒たちが。くっそー、やつら独り占めしようとしてるな。今日は牛肉だっつって、牛肉パーティーだっつって。それは許せないな。これは全部俺のもんだ。この牛はたった今から俺が一人で牛を食らう。牛肉パーティー、たった一人のソロパーティー開幕いくぜ。あ、痛い痛い痛い、ちょっと俺馬の乗りたい、馬乗りたい。ちょっと馬馬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 、よしよし。さあ、これで引いてやるぜ。馬のお味はどうでしょうか。牛よりもやっぱ馬だろ、馬肉だろ、そういうことだろ。うぅうぅ、あ、あ、あれ待って、取れちゃった。ちょっと待って、縛って、はい、ダウン鬼6。もうムカついてるからよ。担いでやろうか、なんなら。この野郎マジで。いつもよりも多く回しています。どうだ、目回るだろう。今ならゲロ吐いてもいいぜ。雨だからよ。全部流してくれるだろう。清算してくれるだろう。これは被害、これ被害者か。あ、終わった。いや、クリアできたな。やり遂げた感はないけど。ほら、めっちゃ褒められてるもん、上出来って。やっぱジョンの力なくしてはやっぱクリアできなかったよ。やったー。他にも厄介事。ミスター・ウェスト・ディケンス、薬売り、コウモリのションベン。あ、あれか、攻略ウィキに載ってたわ。あのディケンズっていう人もお使い頼まれんだ。スマホ見てんだけど。あるわ、ディケンズ。ディケンズのミッションある。
いやー、クリアできた。くー、銃使ってません。仲間が銃使ってようが俺は知らんから。俺にだけかけられた十字架だから、この銃縛りってのは。あ、これか。じゃあちょっとこれもやって、ディケンズのミッション一つやって今日終わりにしようかな。なんかミッションのタイトルが詐欺師のブルースって書いてるんで、詐欺師なんですかねこの人。すごいな、こんな野原でコヨーテの餌食だよこんなの。運だけはあるこの詐欺師。めちゃくちゃ喋るな。舌が回る死体だ。もうとどめ刺したいもんな。とどめ刺して全部ミッションコンプリートってしたいもんな今、正直言って。ちょっと飲み物飲みます。今しかない飲み物飲めるチャンス。ゆずレモン、高知県 JA。 怪我してんのか、本当に怪我してんのか。なんかね、ミッション、あの攻略ウィキによると、このミッション銃で撃たれるらしいのよ。追われんのよ、なんかギャングに。で、本来それを、なんかライフルで撃ち返す、退治するんだけど、俺は銃禁止なんで、退治できません。だから単純に、逃げるだけです。逃げれるかなぁ、これ。L2 で運転しながら武器を抜くんでしょ。でも俺はリピーターガン使えないんで、もう本当に単純にもうドライブテクニックだよな。で、ディケンズのライフがなくなったらアウトか。ミッション失敗が。ボラード1名。あ、もう俺が駆除したの、バレてんだ。あ、やっぱ始まってる始まってる、まずい。くそー、撃ちてー撃ちてー。3人いるぜ。なんか骸骨マークも1人いないこれ。ボスってこと？やばいやばいやばい、俺も撃たれてる。なんだ、これクリアできんのかな。ゴールが多分あれでしょ、街でしょ、街の中でしょ。やばい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 、これ操作がむずいな、これハンドリングがやっぱね、これ難しいんですよ。はい、こんな急なカーブは無理。おら、サボテンの分際でよ。やばい、囲まれてる。撃ちてー撃ちてー、撃たれてる。防戦、やばい、ちょっと体力もう終わったわこれ。やばいやばい、うわ、やばい、前から起きてる。おい、4対1かよ。あ、あ、まあ、できるだけやってみようか、もう一回、ちょっと。さっきの急カーブのとこだな。あそこ、ショートカットした方がいいかもな。なんかね、ちょっと、攻略域見ちゃってて、事前情報で、コースを外れるような走りをすると、ディケンズがライフ減るらしいんだよね。でも何にもしなくてもライフ減るもんな、これ。で、どうせ撃たれるし、普通に走ってたら。だからショートカットしよう、できるところは。さあ、もう早速来てるわ。2匹の赤いクロが。来てるね、後ろから来てるね。あの、急カーブのとこってどうだっけ？この後だっけ？そこもグイーンか、グイーン。ここら辺だよな。あった、ここだ。グイーン、グイーン、めっちゃ体力減ってる気する。やばいやばい、岩戸砕き、邪魔くせこいつら。いや、馬車に当たってんだからさ、ぶつかってんだから倒れろよこいつら。何このゲーム的な感性の法則、めちゃくちゃ卑怯じゃん。それは突っかかってくるわな。やべ、これまずいな。まあ、さっきよりかは進んでる。一応自己記録はシーズンベスト。シーズンベスト。くそ、早く、早くゴール、早くゴール。ゴールどここれ、ゴールどこ。あ、見えてきた、見えてきた、見えてきた。頼む。許してくれ。今思いっきり撃たれたな、今。あ、終わった、終わった、終わった。終わったー。イェーイ、銃禁止。
あ、ちょっと待って、あ、左がちょっと失敗した。いや、馬車の操作そして難しいしね、これこれやってみてほしいわ、ちょっと。よし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 、こっちね。ふぅ、お腹だけじゃないと思うけどね、めちゃくちゃ撃たれてたと思うんだけどね。なんなら頭一回撃たれてなかった、スパーンって。全ての痛みがお腹に来るタイプか。